皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。難しいかもしれないけど頑張ってね。50秒スピードランバルさん、世界の難しい注目コースから選んでます。ベストタイム41秒、クリア率 1.87%、 50秒ランで41秒でのクリアなんでタイムは余裕がある感じでしょうね。まあ私だと多分47、8秒ぐらいがいいところなのかなと思いますが、三段ジャンプをしてからも、まあ初期クリアできるとは思ってないんで、とりあえず様子見を兼ねてどんどん進んでいきましょう。ほい。こうやって一マスの隙間を飛ばせていくところが結構あるのかな、このコースは。この音符も一マスだけど使わなくてもいいよね、別にね。オッケーオッケー、了解了解。1、2の3段ジャンプは結構奥めでやらないとダメで、ちくわは引っかからないように行こうね。次は、はい、直接こっちまで来ちゃった方が絶対安全ですよね。早いかどうかは別として、これは持っていくのかな。ほい、あ、しまった。まあいいや、いらないんだったら言わないでいいや。ほい、あ、脱げちゃった。これはまずいんじゃないか。やっぱりまずい気がしたんだよね、畜生め。1、2の3、3段ジャンプからの次は、ほい、こうきて音符踏みが結構ね、隙間が微妙な感じ、このコース。ほい、ここはしゃがんでうまくスライディングでいければいいんだろうけども、このトゲの使い方がよくわからない。使うのかな、あれ。よくわかんないから置いてきちゃった。まあいいか。残りこれで21秒、土管にお邪魔します。さてさて、バネで弾かれて、いやこれバネで弾かれない方が早くない？そのまま真ん中ソーンって落ちていけばいいじゃん。それじゃダメダメなのかな、やっぱり。うん、ズルは良くないらしい。残り9秒、タイム的にはそろそろゴールなんじゃないかな。これは左を押しっぱなしでも早くゴールできるんでしょうか。ゴールできました。マリオタイム。難しいところとしてはやっぱり音符ブロックを使ってトゲを越えていくところでしょうかね。難しいかもしれないけど頑張ってね。50秒スピードランバルさんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくる、あ、これやってみよう。ゴールまで長いけど最後まで駆け抜けよう、80秒スピードラン、スピランりょうたくんさんという方のコースですね。難易度が分からないのが不安ですが、どんなコースなんでしょうか。見た感じそれほど難しくはなさそうな感じかな。一応面白そうなよしこさんがコースの匂いがしますよ。この香り立つよしこさんの匂いいいですね。次はこうやってずっと行き来する感じなのかな。長いっていうことは一回やられちゃうとやり直しがめんどくさそうなんで、できれば一つで決めていきたいんだけども、うまく反応できるといいな。基本スピンジャンプで進んでいきましょう。ジャンプするところはトゲ像をかぶったらダッシュからの、これ苦手なんだよね。パーをドーストゥーン倒してブラバーを越えて、最近このちくわの中進ませるの迷ってるんでしょうかね。僕も今度使ってみようかな。最近あんまりコース作っていないんだけども、赤コインをこれで6枚7枚、音符でジャンプしてからの3段ジャンプ。よし、ここはヒップドロップと見てお邪魔します。右ダッシュ、時々いきなり左に走らせるコースがあるんですけどね、あれはやっぱり厳しいんで右ダッシュだとありがたい。いいですね、まとめてアジコインゲット、これは気持ちいい。次はまたこの地下を越えていくステージ、そしてゴール。やったね、85スピードラン一発クリアできました。まあお手軽なコースでしたね。これだったらまあ難易度普通か難しいぐらいに入るのかな。難しいぐらいかな。ゴールまで長いけど最後まで駆け抜けよう、80秒スピードラン、スピランりょうたくんさんのコースを遊ばせていただきました。ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、それでは今日は最後もスピランで終わりにしましょうかね。みんなが楽しめるスピードラン、何秒のコースなんでしょう。ベストタイム44秒なんで多分50秒ランかな。スズメバチさんという方のコースでクリア率が 9% 台になっております。
まあ難易度難しいなんで多分大丈夫だとは思うんだけども、さっきのコストが一発でクリアできたけど今度は一瞬でやられていくスタイル、これが本来のクルクルクールのあり方ですよ。皆さんいいですか。あれ、なんかクリボーの配置が微妙にいやらしいわ。ちくしょう、こうか。よし、12のサンガリアで、サングリアはしてないか。まあいいや、キノコを取ってガリガリでダメージを食らっていくし、あ、習慣がある、ありがとうございます。次はこれはカブリ、違う違う、あれ、もしかしてなんか全然違う、あれあれあれ、どっ、畜生め、なんかルート間違えたっぽい。こうこうこういうこと、わかんないよ、どうすればいいんじゃい。ネットをかぶってキノコを取ったらする、ここ氷だと思った気持ちいいんじゃないかな。そしてゴールじゃん、あれ、マリオタイム、ほほう、あれ今ので良かったのかな。まあいいや、クリアはクリア。皆が楽しめるスピードラン、スズメバチさんのコースでした。ありがとうございました。はい、ちょっと早く終わっちゃったんでもう1コース遊んでいきましょうかね。サンデーファンデー40セカンドスピードラン、パパさんよろしくお願いいたします。ファンって書いてあるね。三段ジャンプか、オッケーオッケー。このコースはちょっと難しそうかな。12の三段ジャンプからのスピンをしたら、あ、これは難しいやつだ。スピランでここに入らせるか。ほいほい、うまく来られたけど、これスピンジャンプ、これスピンジャンプであそこに本当に届く、この辺、ここ、ちくしょう、タイムだけがどんどん減っていくスタイル。ゲイプイ、ここは大丈夫なんだけど、あ、しまった。せめてね、さっきのパキ君の先がどうなってるのかを見ていきたい。ドカンカー、お邪魔します。残り12秒、時間をちょっと使いすぎてるよな。カービキックか、これ苦手。っていうかもうタイム的に絶対間に合わないと思うんだけど、せめて先のギミックを1個でもいいから確認したい。落ちるだけ、落ちるだけやないかーい。サンガリア、このタイミングが、クソ、今のも入ったと思ったんだけど、まあいいや、1回で来られたから進んでいこう。打たないミスは打たないように、スピンジャンプして、土管にお邪魔します。残り24秒。さっきに比べれば10秒以上早いんだけど、これでクリアできるかな。さっき全然ゴールがまだ見えてませんでしたからね。この辺でさっきは終わっちゃったのかな。下に降りていって、幅広まったよ。あ、土管発見、急げ急げ、残り5秒、間に合うか。3段ジャンプじゃなかったけど、いいや、残り1秒、うっそ、間に合わないのか。12の3と、よし、こうです、こうです、ゲイゴーです、ヒロミゴーです、いや、なんでもないです。お邪魞します、残り26秒、さっきより3秒早いのかな。で、土管にね、1秒のロスもなく入っていきたい。まあちょっと難しいけど、もうちょっとかな。くそ、結構ロスした、もったいない。残り7秒、これ間に合わないんじゃないか。残りはどうだ、ほいほい、2、1、おー、危ねえ、ギリギリで間に合った。はぁ、マリオナンバーワン、ふふぅ。さっきのキラー放題のところもっとスムーズに入れれば、1秒ちょっとか、もうちょっと余裕を持てた感じなんでしょうかね。サンデーファンデー40セカンドスピードラン、パパさんありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。次回のマリオメーカーでまたお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。コース募集もしてますからね、皆さんのコースどんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。
今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。